アポロンさんは神すぎる。仕事といえばディオニュソスのやつね。ホストの仕事だなんだと夜な夜な消えるのだが、ホストとは一体？ホストというのは女性に酒を飲ませて乱食騒ぎにふける輩のことらしいですよ。ただのディオニュソスではないか。時には還元を通して人からお金を巻き上げたり。それはやつではないな。人を口車に乗せて金品を強奪するのはそなたのお箱だ。あとは陽気に歌って踊ったり。それならやはりディオニュソスだな。仕事というより奴そのものではないか。姫にお酌してあげたり、タバコに火をつけてあげたり、とにかく人に貸し付く仕事だそうで。それは奴ではないな。それではただの奴隷ではないか。相手が姫や王族であろうと、神が人間に貸し付くなど信じられん。そうですね。なんとおぞましい奴だ。年季が明けたにもかかわらず自ら望んで人間の奴隷を続けるとは。そう考えると僕たちは年季が明けてすらいないんですから、なおさら働いた方がいい気がしません？我らの代わりにディオニュソスが働いているのならそれでトントンではないか。でも僕たち一応天罰を受けて人間界へ落とされたんですから、模範囚演じていた方が刑期軽減とかメリットがあるかもしれませんよ。私が使えるに値する主人がいるのならば労働もやぶさかではないな。じゃあ僕にあなたを雇わせてくれません？ほう、唯一無二の親友であるそなたが私をどうすると？最近はウェブ配信ってやつで儲けられるみたいでして、まずはニコニコと YouTube にチャンネルを作ります。売りはアポロンの君の顔です。それは大人気間違いなしだな。ええ、信託所の建設費を集めるのも夢じゃありません。顔を貸す以外にすることはないのか？そうですね、定期的な動画配信のほかイベント出演、ファンミーティング、あとはそうですねテーマソングも歌いましょう。そうかそうか、なかなか忙しくなりそうだな。ヘルメス、そなた誰かに言わされてないか？